皆さんこんにちは。もうすぐ桜の時期ですね。フィルムストックには一足早く伊豆の綺麗な海岸と河津桜の動画素材が追加されました。今回は一眼レフカメラを使って桜を綺麗に撮影するポイントとフィモーラでカラー調整をする方法を紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。綺麗な桜を撮るために使用するレンズは焦点距離が 35mm から 200mm のレンズがおすすめです。花を撮る時のレンズ絞りは 5.6 から8までがおすすめです。そうすると桜の花が綺麗に撮れるだけでなく背景も綺麗にぼかすことができます。 ISO 感度で画面の明るさを調整します。花を撮る時の露出補正は 0.7 から 1.3 の範囲内で調整します。露出補正が低すぎると画面全体が暗くなってしまいます。逆に露出補正が高すぎると画面が真っ白になってしまいますね。ヒストグラムを確認しながら画面の明るさを確認することができます。 ISO を上げるとヒストグラムは右に移動して画面が明るくなります。花を撮るときには少し右寄りに調整するのがポイントです。今回はマニュアルモードで撮影します。フレームレートの設定は 60p 以上にしておくと編集の時にスローにできるのでおすすめです。例えば 120p で撮影しておけば風が強い時に桜の花が揺れる様子を美しく捉えることができます。これで設定は完了です。レックボタンで撮影開始します。撮影した素材はこちらです。綺麗に撮れましたね。それではここまでのおさらいです。桜を撮影するときはレンズ絞りは 5.6 から8の間に設定して画面が明るくなりすぎないように注意します。この2点に気をつけて撮影に挑戦してみてください。ここからは撮影した桜の動画をフィモーラで綺麗に補正する方法を紹介します。今回は桜を撮影した4本の動画素材の補正方法を見てみましょう。まずは露出が適正な動画素材をカラー調整します。素材を選択し、コードカラーツールをクリック。色調補正を選択します。ここから調整するボタンをクリックすると細かい調整ができます。今回は柔らかい雰囲気を表現したいので、まずは色温度や露光の数値を調整していきます。コントラストの数値を下げると柔らかい雰囲気が出てきましたね。次に鮮やかさ、ハイライト、影などの数値を変えて全体的な雰囲気を調整します。編集前に比べると柔らかな雰囲気が出たのがわかりますね。次は露出が高くなってしまった素材を編集します。花の部分が明るすぎて白くなっています。白飛びしてしまった動画は編集で本来の明るさを再現するのは難しいので、撮影の時にヒストグラムをしっかり確認しましょう。暗い素材の編集は簡単です。露光と明るさの数値を上げてもハイライトの明るさが飛びません。コントラストの数値を下げて柔らかい雰囲気を出します。ハイライトと影の数値を大幅に上げて画面全体の明るさを上げることができます。調整前と比べるとすごく綺麗になったのがわかりますね。次はログ素材の編集方法を紹介します。ログ素材の編集をするときには 3D ラットの使用が必要です。撮影したカメラに合ったラットを当てて元の色を復元します。ログ撮影の場合、画面の明るい部分と暗い部分をより細かく調整することができます。クリエイティブな色の作り込みもできるので映画のようなカラー調整ができます。 60p 以上で撮影した風が強いシーンの素材はスローにすることができます。タイムラインで素材を選択してスピードボタンをクリックします。遅くを選択して 0.5 倍をクリックすると素材が半分の速度になりました。再生すると花の動きが遅くなります。今回は 120p で撮影しているので 0.25 倍を選択しさらに半分の速度にすることができます。ゆっくりした雰囲気になりましたね。フィルムストックに今回使用した桜の動画素材をはじめとする伊豆の海岸や河津桜、菜の花など春らしい 4K の動画素材が約200カット追加されました。動画カテゴリーを選択して伊豆、静岡、
桜と検索すると見つけることができます。これからの季節にぴったりの動画素材をぜひ活用してくださいね。この動画が役に立ったら高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。